これちょっと業界用語なんだけど、サードパーティールール、サードパーティールールと約束を守るって、その2つのことさえ維持していれば人脈をのずから広がっていきます。ビキニ姿の女性が助けを求めに行きたいと船にと、それで上に上げたんです、うん、そしたら亡命を希望してます亡命ってこれは暗殺なのかどうかいろいろ言われています。佐藤さんこれどう見てます？これについては大いなる逆説があるんですよ。ナワリニーさんを殺したと西側がキャンペーンを張れば張るほどプーチンの権力基盤が強くなるんです。だから今回非常に好ましい状況なんです、ある意味では。なんと、うん、ここ日本人と近いんですよ。家族のことを外から言われるとカチンとくるっていう、この感覚なんです、うん。人間関係で恵まれてたっておっしゃいますけど、はい、そうやってこう人心掌握術を体得してるんじゃないですか？いやそんなことはないと思うんですけど、ただよく聞かれるんですよね、そのお前どこでもスルスルと入り込んでいくなと、うん、ただ原則は2つだけなんですよ。1つはね、約束守る、うん、裏返すとできないことは経験に約束しない、うん、もう1つはね、これちょっと業界用語なんだけど、サードパーティールール、第三者に関する原則、うん、すなわち今ここに池上さんと私と例えば天田さんという人がいるとすると、はい、池上さんから聞いた話を、うん、これは天田さんに伝えておくとテレビ東京でもすごく役に立つんじゃないかなとこういう思う話を、それを実はここだけの話ですけどね、天田さんってこういう話がありますよって伝えたらいけないの。いけないですね。要するに池上さんに天田さんに伝えたいと思うんだけども、伝えてもいいですかと言った時に池上さんがいいよと言ったら伝えると、はい、あるいは私から得たということは伏せて伝えてくださいと言ったら、うん、そこのところを守って伝えると、うん、このサードパーティールールと約束を守るというその2つのことさえ維持していれば人脈をのずから広がっていきます。なるほど。サードパーティールールって結構いろんな人がやりそうな失敗ですよね。そうです、だからこのサードパーティールールっていうのは非常に重要。あと日本人は人がいいから履行できないこともやりますって約束しちゃうんですよねありますね、はい、だからこれ外交の世界でも出てくるんですよ、うん、例えば北朝鮮との関係で拉致被害者を15日程度2週間程度一時帰国させるっていう小さい約束ですよね、はい、それに対して大きな約束としてミサイルと核を廃棄したら国交を正常化して、なおかつアメリカとの仲介もして、それで経済協力をすると、小さい約束と大きい約束っていう2つの約束を結んで、この場合の論理はこうですよね。小さい約束を守ったからといって大きい約束を守るとは限らないけども、小さい約束履行できない人は国は大きい約束絶対履行しないですよね、うん、こういう仕組みを作っちゃったわけですよね。なるほどな。仕組みを作って日本側が結果として約束を破ったことになったと、うん、こういうふうになって頓挫しちゃったと、うん、でまた小泉さんが言って約束をやり直さないといけないんですけどね、ああいった時に約束を破った時どうするかって、ここのところ日本はすごく下手だったと思う。約束した人が責任を取って辞めればいいんです。なるほど。ところがその外務省の幹部は辞めなかった、うん、そうでした、それでしかも国会で泣いた、うん、これはちょっと厳しいようだけど、私は国会で泣く官僚は情緒不安定なだけだと思いますでそれは褒めたたえる話じゃないです、うん、官僚っていうのはどんな状況でも鉄仮面のようになって冷静に自分の機能を遂行することです、うん、感情の中に抑えないといけない、うん、さらに北朝鮮を非難した、うん、外交官は私はやってはいけないことだと思うんです、うん、ロシアを担当する外交官は日本国内ではお前らロシアの手先でロシアの主だってるんじゃないか、弱腰だと言われると、ロシアからはお前らは前の戦争の結果っていうものを踏まえない日本軍国主義の残滓が未だ抜けていない報復主義者じゃないかと、双方からそう言われる中でギリギリのところ妥協点を選ぶのが外交官で、相手国を非難したらその瞬間に私は外交官の資格を失うと思うんです。それは外交官が非難しなくても
世論も政治も非難してくれますから、うん、我々の仕事じゃない。じゃあどういう解決法があったのと、その外務省幹部辞めればよかったんですよ、うん、私の力を及ばないでできない約束をしてしまったと。しかし真摯に北朝鮮との関係を樹立しようとしたと。それで政治の方からお前たちが日本の世論はあるだろうと、約束したって履行できないことはどの国だってあるじゃないか、我が国民主義国なんだと、うん、そう言ってパイプなくなっちゃうぞと言って、その人を次の参議院選挙で比例のトップにして参議院議員にして、今度は拉致問題担当省かなんかにすればいいわけですよ。なるほど。それで北朝鮮とのパイプにすればいいんですよ、うん、そういう技術面のこの下手さ、うん、だからこういったことをしてしまったら、約束を破っちゃったら国家間で信頼関係の再構築がすごい難しいんですね。だからそれを疑えないっていうことは、これは現場外交官としてはすごく重要なことだと思うんですよ。なるほど。そうやってこういろんな物事をこう冷静に見ていくということで言えばですね、例えばあのロシアで、はい、あの反体制指導者のナワリヌイ氏がもう、はい、まあ亡くなりました、はい、これは暗殺なのかどうかこういろいろ言われています。佐藤さん、これどう見てます？これについては池上さんどう思います？逆質問が来ましたね。まずいことになったわけ。これね、インテリジェンスの技法なんだけども、あなたどう思いますって大体逆質問すると、はい、これっていうのはワンクッション置いて考える時間を作るので非常に重要なんですよね、はい、それで逆質問で向こうが土俵を作りますからね、はい、その中でこっちが応戦していけばいいんで、だから逆質問をしてるっていうのは逆に、あ、これはかなりきつい質問が来たなっていうことの証拠なんですよね、はい、その時に意地の悪い人だと逆質問を受けるのは、いや、この場は私があなたにお伺いする場所なので、はい、ぜひお話聞かせてくださいとかやるんですけども、池上さんはちゃんと受けちゃってるから、そこは優しいんですねこうやってですね、退路を断つやり方をするんですね私は個人的に考えると、とにかく例えば暗殺されたって言っても証拠がない、さまざまなこう状況証拠から見ても暗殺されたっていうこの、まあ、エビデンスが出てこない。一方で環境を考えると、大統領選挙の直前に殺すっていうことにどれだけのメリットがあるのかという、むしろ大統領選挙の前にこんなことでって言って、むしろ評判が悪くなるとなると、これは、まあ、いずれ何らかの形で死んでくれればいいと思ってたかもしれないけど、今暗殺するってことはありなかったから、早く死なないかなって毎日願った可能性十分ありますよね。ありますよね。だけど、はい、あえて暗殺したんじゃないんじゃないかというふうに私は思ってますけど、佐藤さんどうですか？これは私、日本政府の立場とこれも全く一緒で、うん、バイデンさんがプーチンに責任があると、うん、暗殺説があちこちするけどどう思いますかと林官房長官に聞いたら、うん、林官房長官は詳細な情報を持ってないんでコメント差し控えてさせていただきますと、うん、これも G7 諸国の中では極めて冷静ですよ。なるほど。で、この件に関してはまずね、ロシアはけしからんと私は思ってる、うん、どうしてかというと、ナワリヌイさん曲がりなりにも政治犯でしょ、はい、もちろん政治犯というのはどの国にもいないということになってるんです、うんうん、日本でもそうなんです。日本は政治犯はいなくて全部経済犯なんです、うん、だから必ずお金の話で捕まるんです、うん、ロシアの場合も似てますよね、はい、ナワリヌイさんは全部一般犯罪で捕まってるわけです。あ、確かに詐欺であるとか、はい、こういった類ですよね、うん、それなんとか、なんで北緯66度のね、うん、そんな刑務所に入れとく必要があります？極寒のね、極寒で、うん、ひどい時はマイナス50度近くになってね、うん、ビュービューと30メートルの風が、うん、それから一番きついのはね、1年の半分がほぼ昼で、うん、1年の半分がほぼ夜なんですよね、はい、うん、こういったところ3年4年いたら誰でも健康を壊して死んでしまう、うんうん、こういうところに習慣したっていうところで極めて非人道的で、こういうことは起こりうることは想定の中に入っている、うん、しかも脳血栓という発表、多分本当だと思うんですよね、うんうん、しかし脳血栓を起こすっていうのは何かっていうと、心房細動があるわけですから、不整脈で、はい、うん、こんなの心電図取ってるだけで不整脈分かりますよ。そうです。不整脈あるような人、そんなとんでもない温度差が大きいようなところなんかに送るって、それ自体非人道的、特に散歩をさせて散歩から帰ってきたらっていうことになってますよね。外に出したのって思いますよね。だからそういったことを含めて極めて非人道的、うん、ただしここのところでロシアが殺したのかということになると、
その合理性が私あんまり感じられない、うん、それからあとね、ここで大いなる逆説があるんですよ。ナワリヌイさんを殺したと西側がキャンペーンを張れば張るほどプーチンの権力基盤が強くなるんです、うん、というだから今回非常に好ましい状況なんです、ある意味では。なんと